ウェナスタールです、アミゴース。どうも PJLL のパハロンです。はい、ドンタクのね勝敗予想をやっていっているわけなんですけれども、今回は5月3日4日に開催されるハマカツプレゼンツレスリングドンタク2019、パハロンも参戦するよっていうやつですね。こちらの方ね、予想していきたいというふうに思います。今日は5月3日のタイトルマッチ、明日の動画では5月4日のタイトルマッチ、この辺予想していきたいというふうに思います。まずは5月3日に開かれるのはネバー無差別級選手権試合、ジェフコブ対タイチという形でございます。はい、こちらも G1 スーパーカードですね。こちらの方で、ウィル・オスプレイ対ジェフコブというのがありまして、ネバー無差別級選手、ネバーの無差別級のベルトと ROH の世界 TB 王者のベルトを両方かけて試合を行ったという形です。でここの勝者が、ジェフコブということになりましたので、ベルト2本持ちになっているのが今ジェフコブさんでありますよと。で、タイチ選手はですね、ツイッターとか、タイチ選手はね、ほんとツイッター面白いんでね、皆さんぜひツイッターフォローしていただくといいかなと思いますけれども、ツイッターでコブタちゃんみたいな表現をして、ジェフコブのことをね、煽って、対戦という感じになっておりますが、ここはですね、これ単純に、もう、あれだと思うんですよね。これはね、タイチ選手が勝つと思います。はい、そして、再びですね、太一選手がネバーチャンピオンになる。そしてそのネバーチャンピオンに挑戦するのは、もちろんウィル・オスプレイということですね。これで太一対オスプレイの試合が決定するという形になります。なのでおそらくですけど、太一オスプレイはドミニオンじゃないかなというふうに思ってますね。もうもう本当上半期の総決算の部分で太一選手がオスプレイとやるという感じなのかなと。で、太一選手はチャンピオンとしてビッグマッチに登場するというね形になるというところなんでね、そういうのも面白いんじゃないかなというふうには思いますね。ここはね、ジェフコブ選手勝ちましたってなったら、当然オスプレイがリマッチしようぜって話になると思うんで、そうなるとですね、その結局また G1 スーパーカードでやったやつをまた日本に持ってきましたみたいなことになるだけなので、なかなかそれは難しいのかなという気がしてます。あとは、ジェフコブ自体にも ROH でのスケジューリングの問題とかもあるでしょうし、そういったのを考えるとですね、やっぱここは普通に太一選手とオスプレイ選手でドミニオンでやりましょうと。もしくはベストオブザスーパージュニアの、最終日とかでやりましょうというところなのかなという気がしますね。はい。いずれにせよ太一オスプレイというのは非常に見てみたいですからね。この辺は楽しみであるというところでございます。前回そのオスプレイ選手が怪我をしたことによって後藤選手がネバーに行くという流れができましたんで、流れっていうかことがありましたので、太一オスプレイ戦を楽しみに、していた皆さんの夢がようやく叶うと。もしかしたらドミニオンかもしれないですね。はい。なのでこの辺は太一選手がと。でも太一選手の長期政権も見てみたいけれども、オスプレイが今ほぼ無双状態みたいなことになってますからね。その先の予想はまた、そういうカードが発表されたらね、はい、考えてみたいなというふうには思いますね。ということで、ネバー無差別級は太一選手が勝利するのではないかということですね。そして IWGP ジュニアヘビー級選手権試合、これがですね、このなんとドンタク、5月3日のドンタクですね、のメインはジュニアヘビー級選手権なんですよね。はい、ドラゴンリー対石森泰治という形になっております。でここはですね、もうなんて言うんでしょうね、皆さんも前も僕があのカード発表の時にも言いましたけど、この2人の対戦がありますよっていうことになった時に、
まあ、ドラゴンリーグがチャンピオンですねとなった時に、まあ皆さんがですね思い浮かべることって言ったら、もう本当にやっぱり高橋宏夢のことしかないんじゃないかなというふうには思います。はい、なのでですね、これはですね、ドラゴンリーの防衛なんではないのかなと。もう高橋宏夢が帰ってくるまではドラゴンリーがもうジュニアヘビーやっていくんじゃないかなというふうに思うんですよね。もう時期的にもおそらく高橋宏夢が帰ってくる可能性はどんどん高くなってきてますので、まあ、そこを考えてもですね、ドラゴンリーがこのタイミングで退官したということは、まあ、そことの絡みも全くないっていうのはやっぱ考えづらいかなという感じはするんですよね。なので高橋宏夢が帰ってくるまでドラゴンリーがずっとチャンピオンなんじゃないのかなということだと思うんですよね。まあなのでね、ぜひ、ドラゴンリー選手にはここで一発決めて、高橋宏夢が帰ってくるまでそのベルトを守っていただきたいなというふうには思ってます。まあG1 スーパーカードでドラゴンリー選手がね、この石森選手、ドラゴンリー選手、バンディード選手と戦って体感のジュニアヘビーを体感したわけなんですけれども、バックステージコメントの方でもですね、まあ最初の挑戦者は高橋宏夢がふさわしいと思ってると、高橋宏夢戻ってくるのを待ってるぞ、頑張れっていうですねコメントを相変わらずヒロムに対して送ってですね、まあ本当にドラゴンリーいいやつだなともしくはライバルっていうのは何かしらの絆でやっぱり結ばれているものがあるんだろうなと、お互いがお互いを欲する的な部分もあるんだろうなというところをね、感じさせて、くれたのかなという感じはしますね。なのでまあここに関してはね、ドラゴンリーが防衛して、チャンピオンのままスーパージュニアに入っていくということなのではないのかなと。なのでドミニオンまでドラゴンリーという流れ、ね、これは間違いないんじゃないかなというふうには思いますね。おそらくですけどね、まあどうなるか分かりませんけどね。まあぜひ、ヒロム選手の復帰待ちたいところですけど、まあでもヒロム選手もね、結局そのどのタイミングで復帰して、どの試合に参加するのかっていうことの方が重要だとは思いますからね。復帰していきなりベルト戦っていうのはね、やっぱないでしょうから、ベストオブスーパージュニア、リーグ戦を利用してコンディションを上げていくのか、まあ、それとも、まあ、ドラゴンリーの、ドミニオンまではドラゴンリーでやってもらってみたいな、そこまでヒロムがコンディションを作りみたいな、で G1 の武道館3連戦ですよね、まあ、この辺でリー対ヒロムあたりを作り上げてくるのか、まあ、もしくはヒロムさんね、どのタイミングで復帰するかっていうのはやっぱね、みんな待ち望んでるところだとは思いますので、まあそのタイミング次第というところありますよね怪我の箇所が箇所だけにですね、むちゃくちゃいきなり無理をしてっていうのも難しいでしょうからね。まあ、高橋宏夢選手の帰りをね、まあ、みんな待ってるというところなんで、ぜひ、まあ、どんたくで顔だけでも見せてくんないかな。どんたくで顔だけでも見せてくれるとね、みんなちょっと一安心できたりするんじゃないかなという感じはしますからね。まあ、高橋宏夢選手、どんたくでお待ちしておりますので、ぜひ。ていただければなというふうに思いますね。なので今回ネバー無差別級の方は太一選手、そして IWGP ジュニアヘビー級の方はドラゴンリーという予想になっております。皆さんの予想をぜひコメント欄でお聞かせください。はい、それでは皆さん、チャンネル登録高評価ねよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。アスタルエゴアディオス。